西瀬戸自動車道たたら大橋たたら大橋は、広島県尾道市の生地島と愛媛県今治市の大見島をつなぐ道路橋。瀬戸内海の島々を結ぶ西瀬戸自動車道、島並海道を構成する。1998年全県省道路部門受賞。同年土木学会田中省作品部門受賞。吊り橋の一種であるシャバリ橋で、全長1480メートル。 中央島町890メートルの島並海道の橋梁の一つ。1999年5月供用開始。総工費約1、400億円。島並海道にある一連の橋梁の内本州側から4番目にあたり、インターチェンジで言えば、陸地島南インターチェンジと海島インターチェンジの間にあたる。二千十四年現在、国内最長のシャバリ橋であり、世界では、 第5位、完成年度当時は、世界最大のシャバリ橋であり、フランスのノルマンディ橋とは、同橋梁形式であることとタタラ大橋、完成時点で1位2位の関係であったことから、2強は、島縁組を結んでいる。瀬戸田パーキングエリアから橋まで歩いていくことができる。遠方からの見物ポイントとして、タタラ島並公園、瀬戸田パーキングエリア、立石展望台、 解散展望台から見ることができる。自転車料金所本市連絡高速道路、通行料金表参照、島並街海道は、他の本州四国連絡道路と違い、瀬戸内海横断自転車道として自転車歩行車道が整備されておりその通行量が発生する。サイクリングのメッカでありそのための企画も行われており、例えば2014年7月から2015年3月末まで、 島並サイクリングフリーとして、他の島並海道筋の橋と同様に自転車、歩行者道を無料開放している。2005年本州四国連絡道路が計画された当初は、この海峡を吊り橋で渡るものとしていた。これは幅約900メートルの多た,たら海峡に橋を架ける場合、その当時技術経験的な面で吊り橋が優位とされていたためである。ただこの地は両岸とも平野部が、 狭くすぐ山が迫っていた立地条件であり、吊り橋をかけるとなると、ケーブルを固定するアンカレージ設置のために山側を大規模に掘削しなければならなくなるが、瀬戸内海国立公園内に位置する、この地では自然公園法により大きな景観破壊は禁止されているため、別の案が考えられるようになる。そこで、シャバリ橋案が出てきて、比較検討した結果アンカレージが不要で公費の 面でも、優位となったシャバリ橋とすることになった。これら計画段階での諸問題は、先に完成したイク橋とほぼ同じであった。タタラ大橋をシャバリ橋として計画した場合も、イクと同様に、主景観に比べ側景観が短いアンバランスな橋となり、さらに、立地条件から、タタラの側景観は、イクチ島270メートル、大三島320メートルと非対称な橋となった。 そこで発生する力学的な問題を解決するため、育知と同様に、主景観を軽い構成の桁、側景観を重いコンクリート製の桁とすることにより、バランスを保つ複合喋り橋が採用されることになった。首都が200メートルを超えたため台風安定性を考慮した結果、逆、Y 型下絞り規模拡張形式となった。これがなぎ流現象が発生する要因となった。 説明看板と、バチ首頭部の歩道に立って大きな音を出すと、日光島小宮の泣き竜と同じ現象である、多たら泣き竜が発生する。これは、多重反響と呼ばれる現象で、首頭が逆は字型という特性から、音が首頭の内側の面を繰り返し反射し共鳴しながら、上に向かって登っていくように聞こえる。この現象を体験できるよう、この付近には、バチが置いてある。なお、 これを体験できるのはあくまで歩道のみであり、車道に関しては駐停車が禁止されている。ありがとうございます。